はいみなさんこんにちは。今回はサイバー攻撃を受ける当チャンネルについてです。私のチャンネルはたくさんのサイバー攻撃を受けています。いろいろなパターンがあります。検索しても私の動画が表示されなかったり、動画が真っ白になったりします。またコメント欄に攻撃的な批判コメントもたくさんあります。今回はその一例をご紹介します。私の動画を見ると真っ白になってしまう現象があります。 いいねボタンを押せずコメントもできなくなりますこのような状態になります動画にたどり着けること自体はまだいいことなのかもしれませんがこのような工作をなぜするのでしょうか私の主張が真実だからではないでしょうか関係ないならこのような工作をする必要がありません 私へのコメントに動画を検索しても出てこないという方々がたくさんおります。それについて YouTube に連絡しても返事は何もありません。最近特に問い合わせへの返信がないことが多く感じます。次に攻撃的なコメントについてご紹介いたします。あの、こちらが、えー、コメントになります。 まあその一例なんですけどあの人もこの人も日本のヒーローはみんな在日ってのを広めたいこのチャンネルの主こそ在日なのでは猪木に在日疑惑があるって初めて聞いた、まあ、私がの在日かどうかっていうのは関係ないことで私も別に在日の方を非難してるわけじゃなくて、まあ、アメリカが戦後から日本を支配してるということでそのやり方の手段の一つとして 少数民族を優遇している代理政策ということで、まあ、それが本当かどうかを検証しているわけですから、えー、関係ないんですけど、まあ、こういうふうに言ってきます。中本さんも在日なのでしょうか、ドリフターズのメンバーはどうですかあの基本的にあの日本でステータスの高い方は、在日の方々の中から選んでいると、そういう仮説の検証をしておりまして、おそらく中本さんも、 他のメンバーの皆様も在日の方であると推察できるところでありますが在日の方々は日本に100万人約100万人いるとしていろいろな分野で100万人いればそれなりの人材が出てきますのでしかしその人たちは日本人全ての中から選ばれたわけではないそういうところで検証しております。 在日の方々には才能ある人が多いと思いますねえ。確かに才能ある人は多いと思いますが、日本人も才能がある人は多いと思います。仲本工事が在日なのか、わけのわからないことを言うなよとありますが、わけは分からなくないと思います。まあ、要するに、この在日の方々あ、分かりである状況を 周知して欲しくないからではないかと思いますプロレスに人種の国境などない確かにそう思いますでまたありましたお前も在日やろおはよう出てけと書いてありますがまた私は在日かどうか関係ないところでありますが有名人芸能人が在日の方々ばかりであることを検証して欲しくないからだと思います 秋山は顔だけ見ただけで挑戦ってわかるあの差別は私してるわけではありません在地の方々を差別してはいけないと思いますただアメリカに支配された日本であれば、えー、日本を独立させたいのでその検証しておりますので差別はあってはいけないと思います逆にその敵対敵対心というのを利用しているところがありますので差別お互いにしてはいけないと思います で、また、あれですね、日本人として生活してるならこだわることない。まあ、確かにこだわることありませんが。で、また、その、お前も帰化人やろ、早く帰れと。別にまた、その、私があの帰化してようが、在日であろうが、関係ないと思いますので、要するにこういう検証してほしくない。まあ、私は違いますけど、検証してほしくない。なぜ検証してほしくないかというと、それが真実だからである可能性があります。 そういうことで、えーまあ、こういう批判コメント攻撃的なコメントもたくさんありまして、まあ、その一例についてです攻撃的なコメントを多く受けておりますもちろん応援コメントもたくさんありますそれに救われておりますまた別のサイバー攻撃としてシャドウ版を受けていると思われますシャドウ版とはアカウントの動画を表示させないように設定して 公の目に触れないようにして、半ばアカウント凍結、バンに近い状態にする措置のことです。今見たいただいている皆様には感謝しております。ありがとうございます。様々な攻撃を受けていますが、それは私が主張していることが真実だからではないでしょうか。これからも皆様と一緒に真実を検証していきたいと思います。